今回は人間の生活を取り戻すべく、かっぱ橋で器を買って年越しに向けてテンションをぶち上げます。皆さんこんにちは。突然ですが、何もしたくありません。年末のふぬけライモンです。新年を迎えるにあたって気分を上げたいな、そう考えていた私はあることを思いつく。お掃除は大体完了し、すっきりとしているのだが、そう、うちは器がほぼない。よし、器を買っていい気分で新年を迎えよう。そう思ってやってきたのはかっぱ橋。浅草中心街から西のかっぱ橋通りを抜けると、そこは調理道具の宝庫、食の専門店が集まるかっぱ橋道具街には、雑貨をはじめ包丁、鍋など調理道具を扱う専門店がずらりと並んでいる。道具街を北へ北へと歩いていく。今回お目当ての器屋さんはそこにある。かぶっと深くは追求しまい、交差点に小さな看板がお出迎え。こちらがソイインテリア&スタイルデザイン。古民家のような建物が木に覆われている、なんとも温かみのあるお店。さあ行ってみよう。ソイインテリア&スタイルデザイン。和のアンティークと家具、作家手作りの器を取り扱っているお店。名前のソイには物を返して時を遡り癒されるという意味が込められているそう。いやー、なんとも粋じゃないの。店内には各作家が作成した器がコーナーごとに分かれており、店内のブースブースで様々な違った作品を堪能できる。ちなみに私が今回欲しているのは大皿と小皿、あとマグカップかお茶碗があるといいな。店内を物色。お、このデザインいいな。早速リスト外の器に心を持っていかれてしまった。なんか買い物って欲しいもの以外結局買っちゃったりしない？お、この辺もいいな。けどなんだかな、ちょっといろいろ見てみてるけど、ちょっと渋めの落ち着いた色も欲しいんだよな。お、これもいい。なるほどね。あ、いい感じじゃん。迷っちゃうね。結局1時間ほど悩んで購入。さあさあ買ってきましたよっと。ソイ買ってまいりました。はい、かっぱ橋の奥にあるんで、まあ、割と浅草とかだとちょっと遠いんですけど、行ってみるね、価値のある非常に素晴らしいお店だったのでご紹介していきたいと思います。まずね、一つ目がね、お茶碗になります。ご飯とかを入れるお茶碗、こちらですね。さあ一つ目がこちらのお茶碗。作品名はチャオ。なんだか陽気な名前のお茶碗だよね。新田岳さんという作家さんの作品で、色はクリームと茶色、そして深緑をベースにしている。外側の雫のような白いがグッド。そして二つ目は同じ新田さんの作品で、豆やしというお小皿。まあ、その名の通り豆をのせるお皿なのか、まあ、それともこのちょこんとついている足が豆みたいなのか、まあ真意は不明なんだけれども、何よりこのサイズ感と質感が気に入ったので買ってしまいました。もちろん手作りなので一点物、それぞれ絵柄が違うのも特徴的。まあ一期一会、これが作家作品の魅力だよね。また同じシリーズでもこんな柄が。こっちは陶器特有のザラザラ感があって、さっきのシリーズのガラスとはちょっと違った手触り。模様もなんだか年輪みたいで愛嬌があるでしょ。もう一つも同じシリーズ。そして三つ目が鳥皿アメユ。外側の細やかな模様が大胆なこの作品は、
花クラフトさんという作家ユニットの作品みたい。アメユっていうのは、まあ、いわゆる中ユの一種で、まあ、特殊な焼き方をしてこんな感じの色合いに変わるみたい。光によって色の見え方が変わるのでグッド。そして最後は矢口啓二さん作のマスコセージ。なんか人の名前みたいだよね、セージって。セージっていうのは14世紀の中国が起源とされている透明感のある磁器のこと。さっきも釉って言葉が出てきたけど、釉は簡単に言うと陶器に施すガラスコーティングらしい。これはセージ釉を使ってるから青いんだね。色はもちろんなんだけど、このくぼみの境目にある色味がなんとも渋くて買ってしまいました。以上7点が今回買ったもの。ここに、まあ、こんな感じで今回 1,2,3,4,5,6,7 点を買いました。で、これそれぞれ3人の作家さんが作ったもので、一番右側の、お茶碗とあとお小皿ですね、ちょっとした結構ちっちゃめのお小皿なんですけど、これがね、あの新田岳さんっていう方が作られたものみたいですね。で、新田岳さんはですね、こう読んでみるとこの紙とかねつけてくれて、あの作家さんの情報とかそう一緒に入れてくれるので助かります。がですね、大阪芸大かな、大阪芸大卒業後、茨城県の釜業指導所っていうのがあってるのか、釜業っていうのが釜業指導所ってところで多分陶芸を習ったのかな、で、まあ、栃木県で工房を構えていると。あ、でこの方やっぱりなんかすごいセンスが光ってますけど、個展とかされてるみたいですね。表参道だったりとかで面白い。なんでこう栃木県の作家さんのこれはものですね。で、個人的にはこのお茶碗めちゃくちゃ気に入ってまして、こういうまあ柄ってちょっとあるじゃないですか、こういうね。でもこれ雫みたいになってて、これがね立体的になってるんですよ。ここがポッチになってて、でこれすごい可愛いなと思って、でよく見るとやっぱ半透明というか、この感じがね非常にね、あの渋いというか、なんかエッチだなと思って感じちゃいました。これ良くないですか、可愛いんですよすごい。でちょっとここが膨らんでるお茶碗のタイプなんで、こうご飯を盛った時に上から横から見たりとか上から見るとこうね、なんとなく上品に見えるというか、ここのゆとりがある分よりご飯が美味しく見えるんじゃないかなと思って購入しました。はい。でこのね小皿がね、またこれも僕一目惚れしちゃいまして、まあお茶碗と同じような雰囲気ではあるんですけれども、後ろがですねポッチになってまして、足がねついてるんです。こういう可愛くないこの足、まあ、UFO みたいでしょ、ウィーンウィーンって飛んでね、こうね、ああ UFO だなんですね、これそう可愛いなと思って。でやっぱりこう一点一点物が違うんで柄も違うっていうね。でこれは多分上がですねちょっと透明チックになっていてツルツルしてるんですよ、ガラスっぽい、ガラスなのかな。でよく見るとこの真ん中のところがひび割れてるんですよね。でこれがねまたねちょっといいなと思って買っちゃいました。で多分一点物系なので、あとまあ何いくつかあったんですけど、全部それぞれ柄が違ったんで、中でもいろいろ選んでこの2つにしましたね。で同じ新田さんの作品で、まあ、これもそうなんですけど、これは完全陶器です、ね、ちょっとザラザラしています。あの年輪みたいな感じの、まあ、簡単に言えばバームクーヘンみたいなバームクーヘンって言って怒られるかな、あの年輪みたいな感じので、ちょっと渋いなと思って、うち木のテーブルとかなんで、あのこれも合うなと思ってね。で4つぐらいあればなんか使い回しもできるし、あの陶器と器のなんか格好がつくかなと思って4つ買わせていただきました。でね、2つ目これ僕結構気に入ってる、これもお子さんなんですけど、こちらですね花クラフトさんっていう方が作ってる、まあ、ユニットなんですかね、陶器、これ陶器になるんですかね、とかは、葛飾区の出身の原さんって方と、あともう一個磁器っ
とかですね、足立区出身の中村さんって方が作られてるみたいで、これなんか僕渋いですよね、色合いがめちゃくちゃ。これすごいいいなと思って、このツヤっとしてる雰囲気とかと、この中の色合いのダークな感じ。これ渋いですよね。で、これお店入っていろいろ店長さんにお話をお伺いしながら、まあ、決めたんですけど、最初僕、失礼ながら灰皿ないですかって聞いたんですよ。灰皿ってありますかねみたいな。いや、灰皿ないんですけど、まあ、お皿とかで、これとかだったらって言われちゃって。これ作家さんの作品じゃないですか。で、お皿用に作ってるので、ああ、じゃあこれ灰皿として買いますね、みたいな。ちょっと言えなかったんで、あ、これ確かに灰皿に見えてきますよね、みたいな話をしていて、ああ、じゃあ使うかどうか別として、一応いただきますって感じで、買いました。はい。これ、色合いも茶色かと思いきや、ちょっと深緑な感じでね、かっこいいんですよ。これめちゃくちゃ渋いっすよ。これも素敵だなと買わせていただきました。はい。でラストがこっちですね。これがですね、矢口啓二さんという方ですかね。これも栃木県の、栃木県で多分作られてるんですか、2006年から作られてるみたいで、で、こういうちょっと渋めな柄があるものだったりっていうのをいろいろ買ったので、シンプルなね、ものがちょっと欲しいと。で、チャーチャーチャーできて、ちょっと濃いめの色だったり、淡い色だったりっていう感じで、ちょっと渋めのがあったので、色合いがクリーミーでポップなものが欲しくて、こちらにしました。で、丸皿とか四角皿ってあると思うんですけど、こういう六角形、1、2、3、4、5、6、7、8でしたね。八角形のものがすごくいいなと思いました。サイズ感もちょうどいいんで、まあ、一人暮らしなんでね、全然これでいいかなと思って買ったんですけど、これも素敵ですよね。普通の一色じゃなくて、ここの端がですね、色合いがやっぱちょっと違うんですよ。黄色がかってるというか。で、この焼き物ならではの色使いっていう感じがね、すごく気に入って購入しました。めちゃくちゃ良くないですか、これ。個人的には、全種めちゃくちゃ気に入ってますよ。でもこういう、なんていうんですかね、器っていうものを、今回買ったのが、まあ、その人間としての最低限の生活を送りたいっていうので買ったんですけど、なんかこう、僕もよく、まあ、お酒もそうですけど、コンビニでなんか買ったりとか、スーパーで買った惣菜とかを、そのままパックのまま食べたりとかって結構あるんですけど、あれをこういうね、お皿に出してあげることで、なんとなく最低限の人間の生活っていうのを保てるんじゃないかなと思って今回買っちゃいましたね。はい。あと僕が一個買おうか迷ったのがマグカップなんですけど、インドネシアかどっかで仕入れてきたマグカップが一個ありまして、形がちょっと面白いんですよ。上がつぼんでるというか、で横長のこの長方形のマグカップとかで、すごくね、それも綺麗だったんで買いたいなと思ったんですけどね。いいですよね。わからなかったですけどね。ちょっと予算的にやめちゃったんですけど。ので、大切に使って、みんなね、使っていきたいと思います。まあ、これで料理動画とかも出せるから。さあ、これで新年もいい気持ちで迎えられるぞ。